こんにちは、アニです。今日は仮面ライダードライブ、デラックスドライブドライバーの変身遊びを中心に遊んでいきたいと思います。まずはちょっとシフトカーを見ていきましょう。はい、これがですね、シフトカーなんですけども、まあこれが車のモードですね、カーモードだったかな。で、これを後ろをぐるっと回すと、これでレバーモードっていうモードになります。ここにですね、それぞれの、まあ、車のロゴマークみたいなのが書いてありますね。一応ちょっとここにマックスフレアがあるので、これも見てみましょうか。はい、こんな感じでね、炎とかね、これは R なのかな？なんかこんな感じでマークが入ってます。レバーモードには右でも左でもどっちでも回ります。素材は全部プラスチックでできているので、まあ、ちょっとね、安っぽいといえば安っぽいかなっていうところですかね。で、まあ、ダイキャストとかにね、すると、きっと、子供がね、落っことしたり、投げたりとか、そういうことで、まあ、怪我をしたりとか、そういうことも考えてなのかもしれないです。で、ここがですね、軟質素材でできているので、まあ、折れたり割れたりっていうことはないと思います。で、ここの回す部分なんですけど、結構なんかこう、いい感じに回るっていうか、なんか気持ちいい感じに回りますね。ではね、変身やっていきましょう。まず一番最初にキーを回してエンジンをかけます。エンジンをかけるっていう表現でいいのかな。そしたらですね、シフトカーをレバーモードに変えます。そしてセット上げます。はい、こんな感じにですね、まあ、変身するとここの LED が表示されて、まあ、タイプスピードになれるっていう感じです。で、今ですね、ここの画面が結構こう途切れ途切れに見えてたと思うんですけども、肉眼ではちゃんと綺麗にもうバチッと映ってます。カメラのね、設定とかによってはどうしてもこの、まあ、あの回っていくそのね、タイミングとそのカメラが映していくタイミングっていうののズレが出てきて、こうところどころ抜けてるように見えちゃうんですね。これはちょっと申し訳ないんですけども、まあ本当は全部ピシッと見えているっていう感じなので、そこはご了承ください。次にシフトアップをやっていきたいと思います。やりながら説明するとうるさくて分かりにくいかもしれないので、先に言っちゃいますね。キーを回して、その後にシフトカーを前に倒す。これでシフトアップができます。ちなみに今電源落ちてるんですけども、このベルトはタイプスピードになった状態です。それでは行きます。はい、こんな感じです。シフトアップはですね、連続でやっても大丈夫なので、なんか3連続まではいけるみたいなんですね。なので、連続でちょっと次やっていきたいと思います。はい、スピード、スピードって2回言いましたね。じゃ次3回いきます。はい、こんな感じでね、スピード、スピード、スピード3回います。で、ちょっと何回かやってみた感じでは、このカチカチする感覚によって、スピードっていうタイミングも変わるみたいで、ゆっくり、1、2、3みたいな感じでやると、スピード、スピード、スピードって言うんですけど、なんか、カチカチ、カチみたいな感じでやると、スピードみたいな。そんな風に、ちょっとずつなんかこう、これを倒すタイミングによって変わってる感じがします。次は必殺技遊びです。やり方はですね、キーを回してオンにする。そして、シフトブレスのこのボタンですね。これを押してシフトカーを倒す。そうすると必殺技が出ます。はい、こんな感じで必殺技が出ます。それではですね、次にタイヤ交換遊びやっていきたいと思います。
タイヤ交換装備は、いわゆる特急車でいうところの乗り換えみたいなところなんですけども、まあ、次のね、シフトカーを準備して、これをまあ、付け替えることによって、フォームチェンジするみたいな、そんな感じです。やり方はですね、キーを回して、電源を入れる。そして、シフトカーを倒して外して、新しいシフトカーを付けると。そして最後に倒し込んで完了です。ではやっていきましょう。これでね、タイヤ交換できてマックスフレアになりました。それではもう一度タイプスピードにね、戻してみましょう。タイプスピードに戻すときはタイヤ交換は言わないみたいですね。変身解除のやり方はキーを入れて、シフトカーを倒して外すと。で、外した後に最後このボタンを押しておしまいです。ナイスドライブ。はい、ナイスドライブで変身が解除されて全部電源が落ちます。こんな感じでね、シフトカーを使ってデラックスドライブドライバー遊んでいくんですけども、まあ、この後もね、いろんなシフトカーが出てくるので、いろいろね、楽しい音声が聞けるんじゃないかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。